ウェオオークスファンチャンネル、どうも小柳です。お願いします。宮崎春季キャンプ第4クール A 組編、第4クールはですね、3日目とそして最終日ですね、紅白戦というね、かなり実戦の形式のね、内容が入ってきました。その中でですね、目立ったのがですね、今回やはり育成の3選手でございます。1人目がね、中田選手、そしてもう1人が尾形選手、そしてもう1人が川村選手。この3選手がですね、紅白戦の2試合非常に目立ってましたので、どんな成績を残したのかね、ちょっとお伝えしたいなと思います。まずね、中田選手ですよね。今季育成大卒3年目のシーズンでございます。3日目のね、紅白戦の方でね、1番レフトでのスタメン出場でございました。この試合でですね、3打数2安打1打点というね、好成績を残しました。そしてね、第4クール最終日の紅白戦2試合目ではですね、9番レフトでスタメン出場、3打数2安打ということで、2試合のトータルがですね、6打数4安打1打点ということでね、非常にね、アピールに大成功したという、ね、バッティング面でも成功しましたし、守備面ですよね。守備面でもレフトとセカンド守るということで、内外野ね、どちらも守れる。ユーティリティ性もね、しっかり存分に発揮したということでね。中田選手ね、両打ちなんでね、相手ピッチャーの右左も関係なく、そして内外野どちらも守れる。そして、これはね、ちょっと残念なニュースなんですけども、支配下のね、野村勇選手が、骨折という形でね、開幕の方が絶望ということになってしまいましたんで、より一層ね、この中田選手がやっぱりこうね、支配下に大きく前進したなと、そういうね、紅白戦の結果になりました。そしてもう一人ね、育成4年目の尾形陸選手ですね。3日目の紅白戦ですね、9番レフトでスタメン出場、3打数1安打。そして第4クール最終日の紅白戦でも、ヒットを打ちまして2打数1安打1打点ということでね、2試合のトータルが5打数2安打1打点ということで、こちらもね、アピールに成功したというね、そういう形でございます。やはりね、バッティング面がね、課題と言われていましたんで、結果はね、非常に、支配下に向けて、大きく前進したなと思いますし、あとはね、スピードを生かした守備ですよね。この紅白戦でもですね、鋭い当たりを、ダイビングキャッチしてね、ファインプレーを見せたりとか、非常にこうスピード感あふれる守備力もね、こう魅力の一つなんでね、今回ね、そういう部分も尾形選手はね、出すことができたんで、非常にね、アピールうまくいったんじゃないのかなと思います。育成3年目の川村選手ですね。1日目のね、紅白戦で、2番ライトでスタメン出場。この試合ではですね、残念ながら2打数0安打でね、ノーヒットだったんですけども、次のね、最終日の紅白戦の方ではですね、3打数2安打1打点、1盗塁ということでね、好成績をね、残しました。2試合のトータルがね、5打数2安打1打点、1盗塁ということでね、昨年のこう、フェニックスリーグからですよね、好調をずっと維持して、で、キャンプに入ってきて、今も、好調というね、形でございますんで、非常にこのやっぱり、ね、川村選手ね、支配下に近いなというね、そういう位置にいるんじゃないのかなというふうにね、思いました。レギュラー組ですよね。今回その外野のレギュラー組はね、どういう成績だったのかというね、ところもね、お伝えしたいなと思います。まずね、柳町選手ですね、過去2年ね、100試合以上の出場しています、ほぼ準レギュラーというね、クラスの柳町選手でございますけども、このね、紅白戦2試合、5打数3安打、1打点ということで、やはりね、柳町選手も今回結果を残してきてるということでね、非常にやっぱね、外野手争いがね、熾烈だなという感じでございますね。他にもですね、近藤選手が3打数2安打だったりとか、柳田選手がね、5打数1安打だったんですけども、もうね、この時期から元気なところを見せていたりとかですね、周東選手がね、7打数2安打ということでね、ある程度、レギュラー組はね、最低限の結果の方を出してますんで、やはりね、育成の3選手、ここからね、さらにもう一ランク上のね、アピールというところにね、なってくるのかなというふうに思いますね。こう、第5クールはですね、練習試合とかね、対外試合の方がね、入ってきますんで、そこでね、さらにね、どんなアピールをしてくれるのかね、非常に楽しみだなというふうにね、思いますね。本日の動画は以上でございます。